桂ツ八は、兵庫県姫路市白浜町出身の落語家、極読学士。本名、山本悦津議。姫路工業高等学校卒業。出林しは、八米米朝一門ではあるが、米朝事務所には所属していない。愛称は、八ちゃん。1974年3月に三代目、桂ツラ朝に入門。同期に、落語家では、桂さえ、 桂ツラセニアサ、カなどがおり、芸能界では、アカシアサンや島田晋介、オールハンシン、巨人、関根ツトムなどがいる。1984年11月に、芸の肥やしのために、極独楽の伏見室井に入門。その後は、落語活動よりも、極独楽の活動が中心になっていた。近鉄文化サロン安倍の校にて、第2.4木曜日極独楽の講座を、 行っていた。極度苦楽の伏見死水に入門するきっかけは、死水らと談笑している際に、死水から、わしのうなったら、このゲームを途絶えるとぼそっと漏らしたのを周囲に、伝えたところみんなに勧められ、米朝に相談しで仕入りに至った。娘は、女優の山本真由美2015年1月20日、食道がんの試し去。58歳没。AB、不法。 カツラさん58歳イコール落語家、極独学士、ヤフージャパンニュース、2015年1月21日閲覧、第17回ライブ繁盛亭で会いましょう。カツラライブ繁盛亭、2015年7月18日閲覧、ありがとうございます。